山林に覆われ現状がよく保たれている王山古墳群王山古墳群は福井県鯖市日の出町に位置する独立丘陵、大山に分布している弥生時代後期から古墳時代中期に築造された総数49期からなる古墳群である。1967年6月国の史跡に指定、丘陵の最高所に存在する王山45分。 約2000年前の法径州公募、鯖江大地の南端に海抜66メートルの王山と呼ばれる小山があり、そこに49基の古墳が確認されており、これが王山古墳群と呼ばれている。古墳群は王山周辺にあった村の有力者や指導者、及びこの地域を統率した王たちの墓だったと推定されており、出土している服装品から、 東海や大見地方と交流があったことが考えられている。この王山古墳群は全体が山林に覆われ現状がよく保たれており、1967年6月22日、国の史跡として指定を受けた。現在は古墳の間を塗って遊歩道が築かれており、整備された古墳公園となっている。 1965年に1から7.925.3132号の11機が発掘調査され、このうち1.34.7号母は、分糾母で、弥生時代後期の築造であることが確認された。いずれも一辺8から12メートル、高さ1から2メートル前後であり、3号母の周航からは、東海や大見地方の影響を受けたと思われる時が出土している。 埋葬施設は4号墓が2基、他は各1基で、いずれも箱型木管であると推定され、副葬品はない。また、それぞれ集合から壺、亀、高月、大付け壺、木台、などのトモコンが出土している。他の5.69.25号墓は一辺約8から14メートルの古墳時代前期の宝墳で、埋葬施設は5号墳が2基、他は1基で、 いずれも箱型木管と推定されている。5号分からは鉄塔1、6号分から鉄剣1が、集合からはトモコン土器が出土した。31号分は古墳時代前期の円墳で直径20メートル、高さ2メートルの大きさで、埋葬施設は先竹形木管2基で、第一主体から鉄剣、鉄属、鎌、桑が第二主体からは、 薄玉が出土している。32号噴は古墳時代中期の円墳で大きさが直径8メートル前後であり、埋葬施設一基で先竹形木管から鉄剣、鉄属、通す、地が服装されていた。ありがとうございます。